キクチャンネル。はい、おはようございます。キクチャンネルです。今日は1月29日土曜日ですね。時刻は間もなく10時になろうとしてます。今朝もね、セイコーマート橋本さんで朝食ですね、エビ天そばでしたっけ、カップ麺と、大きなおにぎりですね。でご飯食べてきたんですけどもね。でまた例のごとくですね、土曜日なんで、また最新のチラシをですねいただいてきました。どこよりも早い、チラシ情報ですね。ですね、公式ホームページにですね電子版のチラシも見れるんですけどね、そちらはその日付にならないとね見れないので、一番早いチラシ情報ですね。もう直接お店に行くと、まあ、土曜日あたりにですね最新のチラシがゲットできます。もうなんかそのもらうのがね恒例になってしまいましたが、ということで、これね2月2日水曜日版ということでね出ております。じゃあどこよりも早いチラシ情報といきましょう。これはね毎度トップバッターですね、お一人様2パック限定、ね、ペコマ会員は178円が128円になります。50円お得です、ね、これは毎度ですね。もうこの人はもう毎度レギュラーなんでね、長次郎ティッシュペーパー、あこのティッシュペーパーなんかね、ひとみさんだったかな、なんか、もらったということでね、なんか牛乳パックとかのリサイクルのですね、トイレットペーパー、ティッシュペーパーらしいですよね。環境に貢献してますね。トイレットペーパー。まるちゃんのワンタン麺ですね、これね。これも安く、あ、これも50円ですね。お得になってますね。でですね、29日からかな、これいつからだ、今度チョコフェアって言うんですよ、チョコフェア。ああこれ、チョコバナナクリームパンです。クリームパンなのにチョコですか、すごいですね。みんな大好きチョコバナナ味、ね、あとアイスクリームチョコレート、チョコミントアイスバー、ベルギーチョコレート使用、ベルギーチョコソフト、ベルギーチョコモンブラン、ベルギー多いですね。チョコムースね、セイコーマートさんはですね、ベルギーとかあとイタリアとかからですね直接ワイン仕入れたりチョコ仕入れたりしてますよね。あそこ強みですよね。はい、でもちろんこれはね、にゃんこ三兄弟ママさんチョコもいけるのかな、一応スイーツ番長なんで、自分がいけなかった場合は他の三姉妹でしたっけ、どなたかに食レポの、お願いいたしますね。これこれ下ですね、これはなんだ、アイスかな、アイスシリーズですかね。いろいろ北海道関係の牛乳アイスとか小豆メロンモナカ白豆っていうのもね気になりますね。あとソフトクリームですね、定番のね。あとモナカね、美味しいですね。はい、では裏に参りますね。セイコーマートオリジナル商品です、これねセイコーマートの人気商品ですよ。通称100円惣菜100円パスタってやつですね、クリーミーカルボナーラ、これ多分一番人気ですよね。ナポリタンね、あと焼きうどんも美味しいですよ ね焼きうどんね、これ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 、それからですね、ああ煮卵ね、煮卵美味しいですよね、北のポテトサラダも美味しいです。コスパたっぷり野菜サラダ、本当にねこれ量が多いんですよね、ここ隣はなんだ、パンですね、クリームパン、ブルーベリージャムパン、この間食べました、いちごジャムパン、こしあんパン、つぶあんパン、ね、あとこれですよ人気のラスクね、パンの耳で、作っ
ってるやつですね。多分サンドイッチの作る時のパンの耳を揚げてラスクしてるんだと思うんですね。昔家庭でよくやってましたけど、あれよりもサクサクで食べ出すと止まんないですよね、うん、これはひな祭りね、予約してますよ。モンブランタルト、ひな祭り和菓子、ね、でから、これもね、ビッグ3ですね。牛乳、豊富絞り、北海道牛乳、北海道低脂肪牛乳ですね、はい、三日瓶みかん最近言ってますね、ずっとね。あとミニトマト、相変わらず七つ星。お、もう増量終わったかな、とうとう増量は終わったかな。でもね、ペコマ会員はお得です。お、結構安くなってんじゃないですか、これ。え、10キロ入りだと500円安いんですか。え、5キロ入りでも200円安いんですか。安いですね、うん、あとここヨーグルトですね、あ、いけね、今日あのちくわ見てくるの忘れたな、絹ごし豆腐、木綿豆腐、小粒納豆ですね。この納豆も結構安いですね、はい、札幌一番塩ラーメンとかですね、洗剤とこれですよ、ちくわ。ちくわ見てこいと思って忘れました。え、先ほども言いましたけど、これベルギーのパームビールですね。お安いです。で、オリジナルカップ麺、ね、お安いですよ。よりどり3個ごとに、で、294円、ね、あとボス、サントリーボスですね、お、80円、30円お得ですね。安いですね。てなことでね、今週のチラシですが、まああれですね、やっぱりこのセイコーマートさんのオリジナル商品ですよね。ぜひともね、一度ね、食べていただきたいですね。で、この100円パスタなんかはね、関東の、なんだっけ、ここドラッグストア、あそこでね、提携してるんで売ってるんですよね。あ、ど忘れしちゃった。なんだっけ、まあいいや、後であのコメントに入れておきます。ね。ね、相変わらず、もう今度はチョコフェアということで、あのスイーツ担当の方、食レポお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ということで、今週のチラシでした。はい、ということで、今日もご視聴いただきありがとうございました。トラ、トラどっか行くのか？もうね、トラもね、トランク出してきて旅に出ると言ってますんで、本当かなと思いますが。ではまた来週もトラいるのかな？また見てくださいね。さようなら。